はい、動画をご覧の皆さん、どうもこんにちは、勇者アキラです。最近ちょっと納得できないなということがあるんですけれども、私2歳の娘がいるんですけど、最近の2歳の娘の口癖がパパうざいなーなんですよね。パパうざいなーって言うんですよ、いつも。んで、4歳になる息子の口癖はもうパパ嫌いなんですよね。で、年上なんですけど、僕の奥さんの口癖がパパ臭いって言うんですよね。パパ臭いって言うんですよ。近くに行ったら、あ、今日臭いな、言うんですよ。いや、僕の奥さんがお皿洗いやるときに、僕が、ちょっとなんか飲み物でも飲もうかなと思って、奥さんの方に行ったら、うわ、今日あんた臭いな、って言うんですよ。ひどくないですか、これ。どう思います？むくりキットさん。ということで、今回はね、むくりキットさんの、新作のリキッドが出たということで、そちらをちょっとレビューさせてもらおうと思うんですけれども、早速行きましょう。今回私がご紹介していくリキッドはこちらです。アップルバッコというリキッドでございます。こちらの商品のご提供はむくりキットさんです。あざっす！ということでね、まずね、これまあ、発売日前レビューになるんですけれども、とりあえずこちらのアップルバッコの、説明文を読まさせていただきます。数種類のアップルフレーバーをブレンドしたリンゴと癖のないタバコフレーバーでまとめております。ちなみにこれ発売日は3月3日。今日動画投稿してるのが3月2日だと思うんで、まあ、この動画の次の日にはもうこれが発売されているということでね。で、アップルタバコですね、ついにアップルタバコ来ました。私、実を言うと、ベイプのリキッドの中で、好きなフレーバー、ベスト3に入るぐらい、アップルタバコ系のフレーバー大好きなんですけど、ちなみにこちらのリキッドは、VG が 60%、PG 40% ということで、はい。で、今回も高抵抗、低抵抗で吸い比べていこうと思うんですけど、低抵抗がこちら。これバトルデッキっすね。これがね、カンタル A1 の23ゲージの、7巻デュアル、抵抗値 0.21 とか 0.22 とかそんな感じです。で、高抵抗の方はこちら、アンテケテさん使います。こちらがカウンタラ A1 26ゲージの5巻ぐらいで、抵抗値がね、0.93 オームですね。はい。はい、じゃあこちらで吸い比べていきまーす。ちょっと匂いをね、嗅いでみようと思いますね。いや、アップルタバコはね、ちょっと吸ったことないという人はね、マジ一回試してみてもらいたいですね。マジうまいんで。あー、匂いはね、なんか、みずみずしいリンゴって感じの匂いがしますね。じゃあ、高抵抗からいただきましょうか、今日は。高抵抗から。まあ、むくりキットさんに関してはね、この間ご紹介した、バニラカスタードバージョンのジェロニモとかね。で、ジェロニモもそうやし、結構私、好きなリキッドが多いメーカーさんなんでね、非常に楽しみではありますね。はい。じゃあ、これで、いただきまーす。あー、なるほどですね。なるほど。じゃあ今度、低抵抗でいただきます。はい、じゃあこれでいただきまーす。あ、これはうまいっすね。普通にうまいっす。まあ、リンゴメインではあるんだけど、あ、しっかりタバコもわかるし、あのね、イメージ的には、まあ、甘さは控えめなんですよ。甘さ控えめの、優しいリンゴの香りがふわっと来た後にドライなタバコの葉っぱの香りが抜けるっていう感じのアップルタバコ。なんかまあ、甘み強め、味濃いめのガツッとくるような感じの濃厚なリンゴアップルタバコというよりは、もう本当に優しい甘さがふわって香ってきて、リンゴのみずみずしい香りと、で、タバコのドライな香りがね、もう全体的にこう、ふわーっと駆け抜けていくような。結構優しい感じのリキッドですね、これね。リンゴの香りがすごいいいですね。ただ、癖のないタバコ感って言うんですけど、タバコ感が弱いわけでもないんですよね。しっかりタバコいるんですよ。しっかりタバコいるんだけど、タバコ系リキッド特有の、なんていうのかな、灰皿感っていうのかな。なんか鼻の奥にこう残るような感じの、タバコ特有のちょっと癖が強い感じっていうのは、実際そんなになくて、本当にタバコ場の香りがこう香ってくるような、ドライな感じのタバコ感になるんで、まあ確かに、タバコ系リキッド吸ったことないとか、タバコ系リキッドで癖が強すぎるのはちょっとっていう人には結構吸いやすくていいかなと思いますね。それ以上にリンゴの香りが結構強調されてるんで、普通に違和感なく吸えるのかなと思います。はい。で、高抵抗低抵抗で吸い比べた感想としてはね、私は高抵抗低抵抗で吸い比べた時に高抵抗の方が、うまかったんですよ。リンゴのみずみずしい香りとしっかりタバコのドライな感じもわかるし、
すごいバランス良かったし、美味しかったですね、こっち。で、こっちも悪くないんだけど、まあ、低抵抗の爆炎でこうガバッと炊いちゃうと、甘みはちょっと強めに出るんだけど、リンゴの香りが若干ぼやけるというか、まあ、そんな感じがしたんですよね。だから私はこの2本吸い比べた感じは、高抵抗の方が味の輪郭がはっきりしてて、リンゴとタバコのバランスも良かったんで、美味しかったなと思いました。はい。まあ、これ結構セッティングによって、強調されてくる部分とか味の感じ方って変わってくると思うんで、まあそこは、まあいろいろセッティングをね、こう変えたりとか、機材変えたりとかして、いろいろ試してみて、で、美味しいポイントを見つけてもらったらいいのかなと思うんだけど、まあ、全体的には、ね、本当におとなしめのアップルタバコっていうイメージですね。はい、まあということでね、今回ご紹介させてもらったムクリキッドさんのアップルバッコというリキッドでしたけれども、こちらは、この動画を投稿した日の次の日、つまり3月3日発売なんでね、また興味ある方はね、ぜひぜひチェックしてみてください。これは本当に吸いやすくてとても美味しいリキッドだなと思いました。私もともとアップルタバコ好きだったんで、これ今から多分バンバン吸っていくと思います。今回の動画はここらで終了にしようかなと思います。最後まで動画をご視聴いただき皆さんどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。